疲れ。お疲れ様です。スーパーゴールみたいな。はい。視聴者の皆さん。なんかコメント欄にあったんだろ、ゴール結構。ありましたね。結構。久々だな、ゴールの練習。あ、久々ですか。うん、昨日ぶり。昨日来てるじゃないですか。久々だろ。髪の毛ふさふさになってる。俺のゴルフのどういうとこみたいな、スーパーショットみたいな、めちゃくちゃ飛ぶじゃん。飛ぶんですか。いや僕も昔やってたんでゴルフ。じゃあ、あお前そう、俺左利きなの使えんだろ。あ、左利きっすか。うん、お前みたいかったけど、まあ、これまたこれ戦えるだろうな、ヒグマか。これ撮影用に来たじゃないっけな。そうですね、僕が提案しましたもんね。だってお前が行こうって言ったらな、嫌だったんだ。仕事中だから仕事がしたいですそうですね、それで言った言ってましたね。仕事中だから仕事がしたいですって言った俺。そう、社員に向いて目慣れで、いやな、仕事きちっとやって、ああ社長頑張ってとんなーって。質問あるし、仕事って量だけじゃないだろう。そうですね、現場の職人さんなんかみんなそうだと思うよ。大変だよ現場って。はい、量と質、うん、でもやっぱ終わらなかったら残業も知らないし。はい、お客さんとお前ちょっと恥ずかしい。気づかれるな。ああ、みんな自分の練習に向かい合わせがちゃんと左ちゃん。ああ、なるほど。見えるな俺の顔は。確かにそうそう、結構声かけられるの。ああ、そうなんですか。その髪型だから気づかれないんじゃないですか。逆に、はい、マスクしてほしい。あ、そう、マスクしとったら分からない。そうですね、ここ出てね。はい、どこに狙ってほしい。あそこって穴あるんですか。30旗旗っす、うん、旗ホールインワンで。ああ普通にうまいっすね。うまいっすね普通にうまいだろ赤に、はい、あのノーバンでいくか。はい、おおうまいっす。今入りました。ドライバー、はい、ドライバー行きます。動画ですか。視聴者の皆さん、ただ見てて面白い。練習ですね今の。いやでもこれ、それ何番ですか。9番。あ、9番いいっす。どこ狙ってほしい。ピンポイントですよね、黄色い旗か。じゃあそうですね、100の看板でいきますか。100の看板、はい、あそこの。めっちゃ分かりづらかったっすね。お前完璧だったろ今。1メーター以内ぐらいだったろ。ノーマルがうまいで、なんかちょっとうまそうだ、飛びそうだな。軽くアプローチぐらいの気持ちで、いやその振りだと飛びそうだけど、軽くアプローチ。お前口ばっかだよ。全然素振りぐらいで行ったんちゃう。あた上行ってるが全部。あ、その力抜いてハーフショットで打って、うん、いや球置いて、いや全然そんな風に振れてないもん。球来たら急になんかめっちゃ振ってる、うん、それぐらいでアプローチぐらいのつもりで。球来たら急にフンって振るもんね。体が起き上がるんだろ。膝も全部起き上がってっちゃった。素振りと全然違う。うん、もっともっと軽く。
もう一回ハーフショット、あのアプローチでやって、アプローチもう青いとこ以上に飛ばさん、目の前のそれで一回当て感つけた方がいい、当て感まず当てる、軽くポンって当て感、青色以上飛ばすね。ちょっと見とってアドバイスくれ。はい、脇が閉まってるからね。閉まってますね。ああ、足もいい感じですね。なんか閉まってましたけど、バックの時になんか足がちょっと動いてましたね。はい。ありがとうございます。お気に入りに持ってこう、クラブ持ってこう。あ、大丈夫ですよ。っていう感じで、一緒じゃん。僕らも練習しに来た動画です。全部カットじゃん。いや、お前のなんかアドバイスもらったら、はい。なんで分かるけど、人のやつ見たら分かるじゃない。はい、すっげえ良くなった、うん、本当ですか。また一緒に練習か。あ、はい、ぜひぜひ向かい合ってやろうか。はい、近いしな。じゃあ僕もそれ今日の夜行こうか。今日の夜ですか、うん、行きますか。ちょっと暗くなるでありますね、確かに。行く夜。え、いいっすよ、やろうか。どこ映したんだよ、お前は。髪の毛を見慣れない髪の毛をふざけんな。よし、バッティングセンターでも行くか。行きますか、あそこに。バッティングでちょっと見るのもいいかな。やっぱ相当ここで後ろで打ってみるか。これぐらいでも何全然悪くない。視聴者の皆さん、まあ、ゴルフ好きな、あ、コンペなのかな。あ、いいですね。最後に視聴者の皆さん、坂本ちゃんもゴルフ大好きだね。あ、そうなんですか。坂本ちゃん呼んでコンペ、まあ、愛知、三重、岐阜で、まあ、三重か岐阜あたりでやるから、三重絶対限定で、まあ、なこの時期だもんで、まあ、マスク着用で集まってくれるんだったら、ゴルフ集合ゴルフ場解散でコンペ6人募集しようか。そう、ね、集まったら来ようか、はい、そうですね、僕いりますかね。いりますかね。いや、もう練習も元に戻ればいいですけど。そうしようか。6人集まったらじゃあゴルフやるってことでしょうか。はい、それから三重と、三重だけね、三重限定で、まあ日にちはまだ決まってないですけど、はい、まあ、最低3ヶ月ぐらい、2ヶ月ぐらい前に、まあ、だって春だな。そうですね、3月4月ぐらいの目標で、はい、うん、まあ、人が集まったらやりますっていうことで、はい、で、まあ、現地集合現地解散ぐらいになっちゃって、まあ、夜飲みに行けんかな、まあ今厳しいもん。まあそうですね、このご時世、このご時世でうるさいもんで、今ちょっと飲み屋、まあ、今また非常事態宣言みたいになっとるから愛知県はね、はい、まあ、夜の店も自粛しとるで、まあ俺も最近は自粛しとるから、ちょっとまた、あの興味あったらぜひよろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。